大鳥居へっつい山の神社は、和歌山県和歌山市にある神社。式内社、旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。和歌山市南部、へっつい山の地に鎮座する。へっつい山とは、古事記、日本書記に見える地名で、両所では、神武天皇朝廷の飛一世の命がへっつい山に、葬られたという。 当社はその彦一瀬の命の心霊を祀る神社であり、本殿の背後には彦一瀬の命の墓と伝えるヘッツイヤマ墓がある。明治初期までは小さな社であったが、戦前の国家神道の発展に伴って最高の社格である官兵大社に位置づけられ、さらに社殿等が整備されて現在に至っている。また、境外接者として式会社である 聖火神社を所管する。和歌山市内にある、日野熊神宮、国掛神宮と、へっつい山の神社、イフト式、祖神社に参詣することを、三者参りという。彦一世の命、前権古実より、祭神は次の通り。祭神関係略経図神武天皇初代天皇で、彦一世の命の末程にあたる。祭神の彦一世の命は、 神武天皇の長兄に当たる。古事記、日本書紀によれば、神武天皇の統制の際に降軍した彦、一瀬の命は、穴社、守坂で、長須根彦の軍との戦いで流れ屋に当たって負傷、その後有水門で崩御、後、逸津山に葬られたという。この彦一瀬の命の墓は、現在は、宮内庁によって、逸津山の神社後配にある古墳。 ヘッツイヤマバカに事情されている。天章の平覧で文書が散逸したため、ヘッツイヤマの神社、墓の由緒は明らかでないが、貴族風土器では、当地がヘッツイヤマバカに当たるとし、墓の造営後直ちに心霊を放催したがために墓と、祠が一緒にあるとしている。延長5年成立の演技式神明帳では、木の国名草郡に、 ヘッツイヤマの神社と記載され、式内社に列しているほか、紀の国新名町では、14位町ヘッツイヤマの神と記載されている。また、縁起式書領料では、ヘッツイヤマ馬鹿の記載も見える。英徳元年の日前宮文書では、宇海新慎五郎の帰国造家からの官主部人の記載があり、以降中世を通じて、宇海家が神職を世襲していたとされる。 天正13年の橋場秀吉による奇襲征伐によって、社宝、古文書を消失、車両の神田八丁八段も没収されたという。慶長5年に、木の国に入った浅野義長によって少子が再建され、漢文9年に、初代奇襲藩主、徳川頼信によって社殿が再建された。しかし、江戸時代を通じて、自社奉行の支配下に置かれたため、宇治子、 車両なく水備したという。1873年に近代社格制度において損社に列した。その後、1885年4月22日に、官兵駐車、1915年11月10日に、官兵大社に昇格した。損社から官兵大社まで昇格したのは、ヘッツイ山の神社が唯一の例である。1938年頃、 現在の規模の社殿が整えられた。1948年に神社本庁の別表神社に加列されている。神職は明治まで代々、うか家が世襲した。うか家は古事記において吉野川で魚を獲ったと見える人物、に江持ち子に始まるという。古くは英徳元年の日前宮文書で、うか慎五郎の神主部人の記載が見える。うか家文書によれば、 工事年間の右洋半というまままで79台を数えたという。一族は、官兵中車列格の際にネギを認じたが、数年で距離を出たため91台で鮭としては断絶した。縁起式書領料ではヘッツイアマ墓に、主ュ三煙があったと記すが、この三煙とは迂かい、木の笠野の墓守三屋を指すという。奥に本殿、手前には、 経内社経内の広さは34,979平方メートル。現在の社殿1939年はの造営。現在はヘッツイヤマ墓の南側の球場に鎮座するが、かつては東南約100メートルの地にあったという。聖火神社年関西寺一覧美子一せの命、別津イヤマ墓ヘッツイヤマ墓は、ヘッツイヤマの神社の本殿後輩にある古墳。 実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁により彦一瀬の命の墓に事情されている。宮内庁上の形式は円墳。高さ約9メートルの独立球場に位置し、墳球は直径約6メートル、高さ約1メートルで、裾に森石を配する。古事記、日本書記では、彦一瀬の命は、菊乳幸へっつい山、または、 紀の国ヘッツイ山に葬られたと記載されている。演技式書領料では、ヘッツイ山若と記載され、紀の国名草郡にあり、町域は東西一町、南北二町で、主護三煙を伏して縁墓としている。演技式において、紀の国唯一の領母である。その後、講和2年の会場では、紀の国等の領母は格式に規定されているにも、かかわらず、国史によって、 長域審判や良子修行が行われていると記している。上記の記録があるものの、その後、ヘッツイヤマ墓の所在地は不明となった。貴族風土記では、漢文9年に区域を定めて、摂生を禁じたというが、これは神社の区域を定めたものであり、ヘッツイヤマ墓の所在自体はなお不明であった。完成6年に、元織のりと共に、ヘッツイヤマの神社を参拝した。 元織田兵は、所在不明の胸を、長草の浜ずとに記している。明治9年に、現在の古墳が、ヘッツイヤマに事情され、明治14年に、お侍された。所在地交通アクセス注釈、原点出典ヘッツイヤマに関するカテゴリー。ありがとうございます。